はい、今日は土壁の中塗りについて少し説明します。今こちら土壁の中塗り仕上げ、荒壁から中塗り仕上げ、そしてこの上に漆喰とか聚落とかを塗り上げて仕上げっていうのが普通のパターンですけど、このうちの場合は土壁の中塗り仕上げとしてもう仕上げとして、完成しております。よくお蕎麦屋さんとか和風の店舗とか行きましたら、こういう土壁の中塗り仕上げで終わらせてる、ザラッとしたこの質感を好まれて仕上げてるところをお見かけするかもしれません。土壁は土、摩擦土にわらすさを入れて、あと砂かに水でこねて土壁という成分になっています。で、ここのところ、わらすさが、ちょっと表情が見えるか、すさがところどころポコポコと浮いてきたり、これから、ちょっと分かりにくいですけど、ここの黒い点がたくさんあるんですけど、よくお客様からこれはなんかカビでも生えてるんですかとかよく言われるんですけど、これは土壁の、鉄分の成分のサビになります。もしかしたら京都とかに行って茶室とか見られた方は土壁の一面に黒い点々がわーっとたくさんあったりとかいうのをお見かけしたり、赤いサビとか出てるのもお見かけしたことがあるかもしれません。ここのうちの場合は黒いサビが点々と出ております。またこのサビというのが、職人がこう意図して出せるものでもなくて、土の中に含まれる成分、鉄の成分、それから環境の湿度とかによって、思い通りにこう鉄分のサビが出るとも限らないところがまた難しいところでもあり、出来上がったからいいサビが出たなとか、思ったより出なかったなとかいう職人の話もよく聞いたりします。はい、今日は土壁の中塗りについてちょっと説明してみました。